西暦2312年、戦争根絶を目指す施設武装組織ソレスタルビーイングの活動によって、冷戦状態にあった世界は一つにまとまり、統一政府である地球連邦が樹立された。だが連邦政府は世界の統一化を急ぐあまり、専門機関である独立治安維持部隊アローズを創設。反連邦勢力や連邦非参加国に対する弾圧を強化していく。情報統制のもと、市民に知られぬまま反政府勢力への虐殺を続けるアローズに対し、楔を打ち込む者たちが現れる。モビルスーツガンダムを有する施設武装組織ソレスタルビーイングがその活動を再開したのだ。アローズとの戦いを続けながら、ソレスタルビーイングのもとにマイスターが集っていく。世界を放浪していたセツナ・F・セイエイ、兄を継ぎ2代目ロックオンストラトスとなったライル・ディランディ、4年間連邦政府に囚われていたアレルヤ・ハプティズム、新生ソレスタルビーイング発足のために尽力したティエリア・アーデ、彼らはイオリア・シュヘンベルグの理念から離れ、自らの意思で世界の変革を目指す。その果てにある未来を信じて。ティエリア、アレリアの様子はどうだ？今はメディカルチェックを受けている。超人機関で肉体を強化されているとはいえ、4年間も幽閉されていたからな。そうか。だがこれで4人のマイスターが揃ったことになる。一方的な虐殺を行うアローズに対し武力介入を。いくらガンダムとはいえ、たった4機でアローズを相手にする気か？いけないか。正気の沙汰とは思えんね。5年前とは違い、向こうの機体も GN ドライブを搭載している。戦力差がありすぎるんだよ。俺たちには優秀な戦術予報士がいる。そのお姉ちゃんだが、どうやらやる気がないみたいだぜ。叫びたりで部屋から出ても来ねえ。これが世界に喧嘩を売ったソレスタルビーイングの実態かよ。呆れて物も言えないね。ならなぜ君はガンダムマイスターになることを受け入れた？決まってるじゃないか。兄さんの意思を継いで。それは嘘だ。だがあんたにはあんたの戦う理由がある。そしてその目的は俺たちと同じだ。そうさ、俺はアローズを叩く。ま、そういうことだ。よろしく頼むよ、先輩方。容姿はそっくりでもやはり違うな。比べんなよ。俺は兄さんじゃない。分かっているつもりだ。彼はもういない。いないんだ。ロックオンストラトス。しけたつらすんなよ。その名前は今は俺のもんだ。ああ、そうだな。アレルヤのメディカルチェックは終わったぞ。どうだったアレルヤ？心配いらないよ。僕の体は丈夫にできてるからね。けれど4年前、頭部に受けた傷が原因で脳梁死斑が使えなくなってしまった。僕のマイスターとしての優位性は失われたことになる。そういう意味では僕も同じだ。ベーダとのリンクが断ち切られている今、僕の有用性は限りなく低い。心もとないね。そういう君はパイロットとして素人同然だ。潜在能力は高そうだが。そりゃどうも。そこでだ、わしから提案がある。提案？ああ、4人の個々の能力とその連携を仮想ミッションを通して調べさせてほしい。戦術を立てるときに役に立つしな。戦術を立てるってもあのお姉ちゃんは叫びたり。彼女は戻ってくるさ、必ずな。あ、それで僕たちが受ける仮想ミッションの内容は何なんです？それはやってみてのお楽しみだ。ちなみにミッションのシナリオは娘のミレイナに書かせた。ミレイナに？嫌な予感がする。 CD ドラマスペシャル、機動戦士ガンダム00アナザーストーリー、コーペレーション
2312。はい、こちら CB 署捜査一係。何？八尾エリアで殺し？そうか、わかった。殺しですか、ボス。八尾エリア3人だ。現場に向かってくれ。狙い撃ち。わかりました。ジョリス。ジョウェース。狙い撃ちと一緒に現場に行ってくれ。ジョウェース。ボス、僕はどうしたら。泥酔した胸の大きな女性が路上で暴れたらしく、ついさっき署の豚箱に放り込まれた。根気よく彼女の愚痴を聞いてやってくれ。ちなみにそのシーンはシナリオに書かない。ああ、世界の悪意が見えるようだよ。頼んだぞ、アレルヤ。どうして僕にはニックネームがないんですか。なぜかな。マッスー、お茶を持ってきたです。ありがとう、ハルカちゃん。君がいてくれてよかった。というか、そのニックネーム本名なんじゃ。ハルカちゃんの入れてくれるお茶は我が所の名物だからね。あちっボスったらお茶目さんです。まったくだ。ですですですなんで和んでるんですか。早く行け、アレルヤ。わかりました。アレルヤハプティズム、目標へ飛翔します。飛ばなくていい。CB 賞捜査一係だ。ああ、これはこれは、どうもご苦労様です。エリア3に派出所のビリー片桐巡査です。外相。こちらでのっぺりとご臨終なさっておいでですよ。外相の身元は。はい、名前はラッセ・アイオン、29歳。職業は宇宙艇の操舵士だそうだし、操舵士だそうだす。いや、操舵士だそうです。一言も喋らずに行っちまったか。どうやら CD ドラマに出る気はないようだな。ギャラがって噂が。黙れ、チョリス。チョリス。で、死因は。毒性のある GN 粒子を大量に浴びたのが原因だと思われます。凶器はおそらくアルバトーレでしょう。ここだけ本編に準じるのか。アルバトーレってあれでしょ、あの金ジムって呼ばれてる。黙れ、チョリス。チョリス。よし、聞き込みを始めるぞ。サウエス。ボス、ただいま戻りました。チョリスマスター。ご苦労で、ラッセ殺しの犯人の手がかりは。鑑識により凶器がアルバトーレであることが特定できたので、その入手ルートを当たってみたんですが、ここ数年アルバトーレは市場に出回ってないようで。プラも出てないし。黙れ、チョリス。はい、凶器は海外から密輸されたか、ジムを改造して作られた模造品である可能性がありますね。分かった。博士の言う通り、密輸ルートと模造品、この2つの線から凶器の行方を追ってくれ。分かりました。戻りました。どうした、アレルヤ。やつれた顔をして。泥酔した女性の愚痴を延々聞かされてたんです。私には戦う理由がないとか、エミリオがどうとか、要領の得ない話ばかりして。ちゃんとしていればグラマラスな美人で通るのに。今後の捜査についてだが、僕の話を聞いてください。断る。ディエリア。ブー、役になりきってないのでハプティズムさん減点1です。そんな未礼な。ブーブー、私の名前はハルカちゃんです。ハプティズムさん減点2です。はあ、世界の悪意が見えるようだよ。よし、今日の捜査はここまでにしよう。狙い撃ち、どうだ、軽く一杯。いいですね、お供します。チョリスも。チョリスか。チョリスもします。それからいいです、もうなんとなくお茶は分かってますから。僕は家に戻ってマリーを取り戻す算段でも悶々と考えることに。ブーブーブー、協調性なしだブー。ハプティズムさんますます減点だブ
そんな、ちゃんと空気を読んだじゃないか、はるかちゃん。まあまあ、そんなにカリカリしてると解決する事件も解決しなくなる。誰ですか、あなたは。博士だよ。ああ、博士だ。どうしてこの人にニックネームがあって僕にはないんだ。なぜかな。事件解決に向け全員一丸となって職務に励もう。それでは乾杯。乾杯。乾杯。ちょりちょ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 。素直に嬉しいです、僕を誘っていただけて。よかったで、チョリス。ありがとう。狙い撃ち。はるかちゃんの姿はないの？ええ、ありません、ボス。まったく、何なんだこの仮想ミッションは。学芸会の演劇じゃあるまいし。ミレーナがシナリオを書いてるらしいから、こんな感じになるのもわかる気がするけど。なぜだ、なぜ俺の疑似人格がまた R3 号タイプなんだ。この人格を演じると嫌な記憶が蘇ってくる。刹那、それ以上口にしない方がいい、現実になる。とにかくミッションをクリアしないとこの仮想シミュレーターからは抜け出せない。はるかちゃん、いや、ミレイナの作った事件を早期に解決させよう。ああ、異論はない。できれば僕も捜査に参加する方向で。その件について僕から一つ提案があるのですが。片桐巡査、いたのかよ。まるでいてはいけないような口ぶりだね。そんなことはないが。で、その提案というのは。事件の早期解決を図るため特別捜査官に協力を仰ぐというのはどうでしょう。特別捜査官。そいつはいいや。その捜査官様に事件を解決してもらって、とっととここから抜け出そうぜ。確かに、こういうことは専門家に任せた方がいいと思う。それで、その特別捜査官というのは一体誰だ。それは会ってからのお楽しみということにしておくよ。さあ、冷めないうちにいただこう。この店のつくねはとても美味しいと評判だからね。ボス、噂の特別捜査官がそろそろ来る頃です。何でも相当な切れ者らしいが。楽しみです、ワクワクです。よし、全員手を挙げろ。地面に膝をついて両手を頭の後ろに置け。いいから早くしろ、時間がないんだ。俺だ、今容疑者を確保した。核爆弾の解除コードをそちらに転送する。15分、10分でやるんだ。すまない、約束する、後でかけ直す。な、何なんだ一体。新手のテロリストかよ。貴様は、CTU のバック・ジャウアーだ。ハム仮面だろ。違うな、今の私は武士仮面だ。今の私ってことは昔はハム仮面だったということに。バックジャウアーじゃねえのかよ。細かな詮索は無用だ。勝手なことを。何度言えばわかる、私はグラハムエーカーではない。言ってねえよ。よく来てくれたね、武士仮面。ふん、盟友の頼みを断るほど無粋ではないつもりだ。こいつ。勝手に和むな。おお、そこに所在なさげに立っている君はあの時の少年ではないか。ジョリス、その容姿、もはや少年ではなく青年と呼んだ方がいいか。あれから5年、見違えるように成長したな、ジョリス。もちろん私の君への愛もこの5年で大きく成長している。その証拠を今ここでお見せしよう。少年、青年のような少年。何をする。無論、何をするに決まっている。俺に触れるな。何を今さら。君だってこういう系の作品に数多く出演。俺はやってない。え、貴様ごときと一緒にするな。ならば落ちるところまで落ちればいい。勝手なことを。いいではないか、いいではないか。よくはない。情けだ。情
さっきそんなものをかけるつもりもない。はるかちゃん、刹那が素に戻って減点しなくていいのか。これはこれでありです。ありって何が。黙って見るです。やめろやめろと言っている。愛も変わらず固くなだな。その身持ちの硬さ、溶かしがいがあるというもの。バカなことを。そうでもないさ。あいにく私の粘液は酸性でね。貴様人間か。目覚めたのだよ武士道に。そしてその中には修道というものもある。そう、それは気高い行為なのだよ。いや、やめろ。うわ、いや、ぶしかめ。いい加減にしておけ。これ以上やるなら君を後ろから撃つ。ボス、すでに撃っていますか。どうするんだよ、特別捜査官を撃っちまって。しっかりするんだぶしかめ。傷は深いぞ。ああ、どうしたら。さて、今回のラッセアイオン殺害事件だが。生きてる。殺害事件だが。やはり人間じゃない。殺害事件だが。分かったよ、言えよ。うん、私はこの殺害事件は身内による犯行だと考えている。根拠は。あるわけがない。とんだ特別捜査官だな。いや、考えられないことはないよ。被害者であるラッセアイオンは宇宙艇の操舵士だった。つまり凶器であるアルバトーレを自ら密輸していた可能性もある。もし彼が密輸組織の一員だとしたら。なるほど。何かのトラブルがあって仲間割れを起こし、そして殺されたというわけか。ふん、何を根拠に。お前が言い出したことだろうが。落ち着くんだ、狙い撃ち。しかし狙い撃ち。ラッセアイオンはフリーランスの操舵士だったな。ええ、ボス。奴が操舵を請け負った全ての宇宙艇の航海記録を調べるんだ。できるな、チョリス。チョリス。わかりました。アレルヤはいい。なぜですか。なぜかな。チョイス、ボス。航海記録を調べてきたで、チョイス。ご苦労。で、どうだった。うん、怪しいところは何もないで、チョイスね。それ見たことか。黙ってろよあんた。これで捜査は振り出しか。いや、そうでもないな。どういう意味かな。少年が調べた航海記録に要人を輸送する依頼があると記されている。この人物が密売人で、被害者が何らかの理由でそれを知ったとすれば。口封じに殺されたというわけか。ありえない線ではないです。確かに。何を根拠にそんな予測を。殴るぞあんた。チョリス、その要人の名前はわかるか。チョリス。データに記載されている名前はリーサ九条。女の人でチョリスね。リーサ九条。私知ってるです。世界的に有名な戦術予報士さんです。私も名前を聞いたことがある。しかし、そんな著名な人物が密輸組織に関係しているとは思えないな。分からんぞ。何しろ女は魔物だ。つまり生物学上で言うと、女性は人化ではなく悪魔だということに。いいからあんたは黙ってろ。リーサ九条。ボス却下だ。聞いてください。やだ。ディエリオ。ブブブブ。限定一ラブ。豚とかそんなことはどうでもいい。みんな聞いてくれ。昨日僕が愚痴を聞いていた女性はリーサ九条なんだ。なんだって。本当でチョリスなりか。ああ、間違いないよ。愚か者。そんな重要なことをなぜ早く言わなかった。言わせてくれなかったのはボスですよ。よし、その女性の尋問はこの私武士仮面が引き受けた。頼むからやめてくれ。遠慮は無用だ。だから皆まで言うな。宣告承知だ。行っちゃったです。追わなくていいんですかボス。たとえ追いかけたとして彼を止めることができると思うか。いえ。尋問終了。早いよ。さすがは武士仮面、電光石火の早技だね。政治はいい。で、レイサ九条は何と。結論から言うと彼女は無実、つまり白だ。根拠はないとか言わないだろうな。なぜ黙っている。
恋人を失った悲しみを酒で紛らわしているような女性に犯罪などできるはずがない。意外に真っ当な答えが返ってきたな。つまり事件との関わりはないと。そうとも言えん。どういう意味だ。リー作上には専属の従者がいたらしいが、このところ連絡が途絶えている。専属の従者？マネージャーのことだろ。その人物の名前は？リボンズ・アルマーク。リボンズ・アルマーク。これがその人物の写真だ。彼がリボンズ・アルマーク。なかなかの美少年だな。私もそう思う。ボス、重要参考人として引っ張ってきますか？ぜひそうしてもらおう。彼への尋問は私一人で行う。手助け、干渉、一切無用。では、早速捜索に。ちょっとチョリス！どうした、少年？武士仮面。本当にこの少年が事件に関わっているチョリスか？そのような疑念を抱かれるとは。本当は、この少年に会いたいだけじゃないチョリスか？答え、チョリス！断固辞退する。確保！武士仮面を確保だ！この私が造反を受けるとは。逃げたです！アレルヤ、変身だ！了解。解説しよう。アレルヤ・ハプティズムはボスの指示によって別人格であるハレルヤを呼び出すことができるのだ。信じられるの様いだ。行くぞ！このトラスという追っ手が来たか。逮捕だ逮捕！そんでもって、てめえは豚だこだ。武士パンチ！うわ！武士キック！武士タイム！武士タイム！みんな気をつけて。武士仮面は相当の手だれだ。お前が弱いんだよ。リボンズ少年が危険だ。みんな追いかけるぞ。了解。危険だからハルカちゃんはここで待機しててくれ。でもアレルヤを頼む。分かったです。ハプティズムさん、具合はどうですか？体中が痛いよ、ハルカちゃん。そうですか。武士仮面が逃げ込んだのはこの辺りだ。野郎を探すぞ。こんなところで性犯罪をされたら倫理的にかなわん。そんだら慌てっことも長っぺえと思うけんども。あんな変態を呼び寄せておいて、よくもそんなことが言える。とにかく手分けをして奴を。了解だ。武士仮面はどこに？あそこか。武士仮面の前にいるのは写真の少年。リボンズ・アルマークとか言ったか。チッ、あの変態、俺だけでは物足りず、彼もその毒ガニ。聞かせてもらおうか、君の真意を。何のことでしょう？とぼけるというのならそれでもいい。ならば私の仮説を勝手に言わせてもらおう。細胞異常を引き起こす GN 粒子を散布する違法狂気アルバトーレ、スペースコロニーで偶然にもそれを手に入れた人物、仮に A としておこうか。その A は狂気の実用性を確かめようとした。標的となったのはネナシグサの一匹狼、ラッセ・アイオン。何を言っているのか僕にはさっぱり。まあ聞きたまえ。安全を期すためわざわざ無関係の人間を標的にしたというのに、被害者の死体は発見された。それはなぜか。狂気であるアルバトーレは相手を確実に死に至らしめるが即効性はなく、犯人 A はラッセ・アイオンに逃げられ、その死体を世間にさらすことになった。あなたが警察関係の人間であることは分かりますが、なぜそんなことを僕に？あえて言わせてもらおう。君が犯人だ。何を根拠に？企業秘密とでも言っておこうか。だが朗報もある。朗報？つまりは私の一存で君を救うこともできるということだ。見返りは何です？君自身。
と言えばわかるかな。なるほど、そういうことですか。いいですよ、僕もそういうことに興味がないわけじゃない。さ、カモン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 、ジュチェイム、氷河の乱。自分から話を持ちかけておいて何よ。萌えが足りんのだよ。私はのんけな美少年が嫌がりながらも私に屈服していく状況を所望している。そうかい。じゃあこの話はなかったことにしておくよ。アディユ。また、今のいい、なんかいい、特に最後のセリフがいい。私の心に火がついた。難しい人だな。少年。そんなこと。収録が終わったら謝ります。作家が。土下座もさせていただきます。作家が。だから。でも事務所になんて言えば。内緒にしておけばいい。でも分かった。関地君すまん。聞いてるか関地君。すまん。そこダメ。そこまでだ、ブス仮面。おお、少年、いいところに来た。彼も含めて3人で。少年から離れろ。貴様を確保する。何を言って。動くな。この少年を犯人に仕立て上げ、貴様は何を考えている。無論、何を考えている。やはりか、この変態め。その少年が何者か君は分かってないようだね、チョリス刑事。何？片桐巡査、ティエリア、ロックオンも、一体どういうことだ。インターポールから情報が送られてきた。そこにいる少年、リボンズ・アルマークという名前は偽りの名。その正体は高額な報酬で殺人を請け負うヒットマン、殺し屋だ。バカな。 B 作業のマネージャーになりすましたのも、彼女を通してターゲットに近づこうとしたからだろう。しだっけ。彼女は酒に溺れて予定外の行動を取り、犯人はラッセア・ヨンゴロスをすくずってしまった。ボロが出たな。チッ、狙い撃ち確保だ。了解です、ボス。ラッセアイオン殺しの容疑者として貴様を逮捕する。いいとこだったのに、なぜこんなことに。言い訳は署で聞く。ギリギリ歩け。アディユ。いいセリフじゃないか。武士仮面、貴様。いや、あなたは犯人が彼であることを。何のことだ、少年。なるほど、すでに目星はついていたらしいな。何のことだ。奇怪な行動をとっていたのは、こっちの動きを探っていた犯人を油断させるためってわけか。だから何のことだ。まさか根拠がないのか。では犯人に目星をつけたのは。武士仮面を確保しろ。了解。ちょっと何をする。おとなしくしろ。この性犯罪者め。ノーク、やめろ。いや、しかしこういうプレイも悪くない。貴様はまだ懲りないのか。先生は、いいから2、3発ぶん殴れ。了解。少年、やめるんだ少年。刹那 FCA 目標を駆逐する。ミッション終了。仮想空間を解除する。戻ってきたのか。まったく、やれやれだぜ。ご苦労だったな。お前たちの能力とその連携はしっかりとデータに収めさせてもらった。これで戦術も立てやすくなるぞ。だといいが。わしは入手したデータの検証に入る。疲れたな。今日はゆっくり休んでいいぞ。しかし、あんなデータが役に立つのだろうか。ああ、しかも
結局事件を解決させたのはハム仮面のような武士仮面だった。とても納得のいく結果じゃない。いいじゃねえか、あんなアホみたいな茶番から解放されたんだ。それもそうだな。そういえばアレルヤはどうした？カプセルに入ったままだ。どういうことだ？まだ仮想空間にいるんじゃないのか。ということは連携が取れてない。ハプティズムさん、具合はどうですか？体中が痛いよ、ハルカちゃん。そうですか。というわけで、みんなと連携が取れないハプティズムさんは減点100です。